午前8時半、神職や巫女などがお祓いをして身を清めた後、本殿や拝殿のすす払いを始めました。長さ3メートルの笹竹や畑を使って天井や梁などに1年で積もったほこりを払い落としていました。富士山本宮浅間大社は三が日でおよそ30万人の参拝客が見込まれています。